はい、皆さんこんにちは、WT のトールです。トモです。はい、ということで今日はね、 JPDA の静岡大会に来ています。はい、今日はですね、昨日の長仙道カップが、じゃあ、ヤマトカップがありまして、そのね、次の日ということで、もう最悪のヤマトカップの次の日だということでね、もうちょっと気合入ってるのかな、めちゃくちゃ、はい、もう昨日の鬱憤晴らしたろみたいな気持ちで今日はね、ちょっとやろうと思ってますね。うん、余裕にね、ね、立つんだろう。はい、で、今日はまあそれ、おい、ちょちょ、今日それもそうなんですけど、それとですね、昨日ワクワク工房の小池プロ、はい、前にもなんか多分クラス、そうだ、クラブ紹介多分出たと思うんですけど、その小池プロからこちらのね、じゃん、ゼロフィットのグローブをね、ちょっと使ってみてと、いただきましたので、こちらをね、ちょっと使ってみて、ちょっと、いや、もしかしたら変わるかもしれないんで、ちょっと試していこうかなというふうに思います。はい。で、このね、ゼロフィットなんですけど、なんかものすごく滑んないって評判がすごい高い。離してグリップに握ったらつくような感覚になる。あ、そう。なんかもうこれ、そう、なんか水にもう浸してから、なんかグリップとか握っちゃうと、なんかもう固定されたみたいなぐらい動かないみたいな、それだけ滑んないやつみたいで、まあそれがいいか悪いかわかんないんですけど、どういうふうに働くかわかんないんですけど、まあね、安定感増すかもしれないしね。すごい、はい、なんで、まあそんな感じを試しながら今日はやっていこうかなというふうに思います。はい、で、今日は自分が2試合、トモがまあ1試合ということでやっていこうと思うので、頑張っていきたいと思います。では行ってきます。はい、ではチャンピオン男子のオープンマイナス82kg 級、さかなかトール選手バーサス展開のマジシン海道選手。その隣、こちらもマイナス82チャンピオンズリーグ浜野シューティングスター村上亮選手バーサス酒井哲夫選手。それでは行きましょう、ロングはレディーゴー。おー、速いスーツ、いいボールやった、パーフェクトシューティングスター、オッケー、お前チョロチョロ、まっすぐ右チョロ、右チョロ、俺もいくつかフラッグ振られている。おー、いいよ、どうした、どうだ、右サイド、坂中選手ライナー左、海道選手不良決勝、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 ねじ込んだフェードしたから、あっとこない左そして奥は、いずれもさ、そして今打ったのは坂根選手、昨日いいボール見せてくれたのは、これから打つ山田亮太選手、高い左が斉藤選手のオフセ右、早くも右まっすぐ出てる感じ、はい、あとは終了、ペースになりましょう、若干右に出てる、早速来た情報は海道選手317、3番坂中選手300、最後の1球だ、入った、あれ入った、サッカー1選手294、最後超バッターだったら後ろ、それが入った、あれギリギリだった、またクイントだ、フォローへグリッツクリア、ラウンド2レディーゴー、いいよ、パーフェクト、右サイドから村上選手、山勝選手、そして振り遅れ、右サイド、いいボール残るか、いい角度、いい選手、坂中選手は左、斉藤選手もセンター方向、いい下が左方向、坂井選手。
これ30秒左からのパーフェード、サイドグリッチをトライした村上選手、高い押し、これもいったか、松村選手、ショーシャーラー松村左、あー浅野選手左、山田選手、これイボライター、残りかラウンド2終了です。ここで坂中選手伸ばしてきた319、すごい。山田選手選手218ヤード、海藤選手も入らず、坂中選手一歩リード。グリッドイズクリア、ラウンドファイナル、レディーゴー。おお、左からいい角度のボール、フェードボールは村上選手、ちょっと左、ちょっと高いボール、山田選手右方向、これが入ってたら飛んでると思う。もらってんだよ、じゃあドルビ行こう、じゃあ行こう。これは振ってきた、左方向、フェード戻るか、おお来た、これやろ、残れ残れ、いやー、おお、これはどうだ、斉藤選手、李選手ともいい角度のボール、左方向、山田選手、なんで左行くと外れる、残り25秒、斉藤選手、そして坂中選手が左右のグリッドを捉えている模様、斉藤選手右サイド、飛ばない方向じゃあれ、注目すべきラスト1球、山田亮太選手、あー左かー、ラウンドファイナル終了です、ありがとうございました。あーもうサイドは男子のオープンマイナス82チャンピオンズリーグ東海のレッドアロー松本宗谷選手 VS ボクシー2坂中徹選手、その隣もちろん同じですね、マイナス82人気のチャンピオンズリーグドラゴンレーザービーム、いきましょう、ラウンド1レディー、うわ真ん中に行った、レーザービーム、レーザービーム、ゴトゴのボール、チャーシュ右、吉田選手左、ホント2球目同じタイム来るか、坂中選手、おお右、あギリギリか、山川選手センター横のフェード、これはどうだ、中段のスカイハイ、センター、これいったか、左、吉田選手右からのドロー、戻るか、小林選手、で山田選手、今泉選手、家のホームセン、高いボールは坂中選手、そして今打ったのが松本宗谷選手、そして山田選手、おー、いい角度だが、ドローは左に行くぞ、やりましょう、なんで練習場の時チーペンしか出てないのにこういう時見ていくんだろうな、もう、グリッチーズクリア、ラウンド2レディーゴー、ハイボール田中選手から、そして山田選手、小林選手、今泉選手、山田選手、吉田選手、坂井選手、そしてレッドアロー、これはいったか、センターへのハイドロー、いい角方向か、坂中選手、右、右離したら行っている、おお山田選手もいったか、センター、これは右か、松本選手、あ、坂井選手ギリギリ、吉田選手、高いボールはセンター方向へ、右、山田選手左方向、
今泉選手、なんとさすがですね、 JPGA チャンピオンリーグ頂上決戦、そしてこれも頂上対決になったか。松本選手長いボールセンター、2番サンディーチャー、坂中選手321、おー伸ばしている松本選手316、次の5番、5番、あ、今泉選手行きましょう、ロードファイナルレディーゴー。おー、いい音したのー、レザリー入ってる、入ってる、入ってる、これは右流れるのか、吉田選手あのラインのいい球、左、あ、失礼、右サイド、イエローボール、山本選手、酒井選手、左、いい、今泉選手、右サイド、ライン方向残っているか、綺麗なホームステイ、センター、松本選手、吉田選手、左。ライナーで着弾は残るかどうでしょうか、小林選手、今泉選手のキレイなボールーライン方向、そして坂中選手もセンター方向、山瀬左か、ほらガスコード左サイド残るでしょうか、入ってると思うよ、はい、右からのドロー、ボックスラン、小沢トモ選手、またまた登場したバックス展開のマルシーカイド選手、このリーグオープン無差別級チャンピオンズリーグ、右田秀樹選手、右マティ、それではいきましょう、ラウンドワン、レディー、軽く振ってんだろ今、絶対に置きに行くんじゃねえよお前、あ、いいよ、左、小沢選手高いボール右、セリ選手左、右待ち、これはセンター方向行っている、いや、いいか、お前昨日の感じで変に残ってるぞお前、高いボール昨日の感じで変に残ってる、合わせる合わせる、しっかり、おっと低いボールいった、中野選手フェード右、あー、ケンリー、お、ジャッカー戻っているぞ、ケンリー選手、右からの軽いドロー、ケンリー選手、ライナー左、振ってんだろお前、軽くやってるでしょ、はい、ラウンドワン終了、振ってない、振ってない、変な数字だよね、変っていうか軽い、思いっきりがない、あれか、48インチ、いや多分そうですよ、弊害が出て、もっとフランカ、あ、そこでいい、そこでいい、あ、小沢選手の間ず、海藤選手300飛んで4ヤード、三田選手283ヤード南部選手300飛んで5ヤード、定置なんだろう、グリッツイズクリア、定置でもないよ、ラウンド2、レディーゴー、定置でもいいから早く振ってみんとやつ、おー、これはいいボール、センターからドロー、そう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 、そう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 、それぐらいそれぐらい、いいね、やっと出てきたよ、調子よっしゃ、それで入れろ、あそこにガンと左左、結構左、どうだ、水田選手、いい音、あ、そうそうそう、鈴木選手、ライナー、センター、おー、これはセンターからドロー、低いボールだ、ケニー選手、まあ、あと左の選手の打球残るか、右サイド、そして中野選手、お、いい角度だか、あ、そうそう、いいだ、いいない、そして左サイドのチャレンジャー、小沢選手、おー、どうだ、ガスボールだ、小沢選手のドローかかっているか、左方向、これはどうだ、右残るか、ラウンド2終了です。
や、でも最後のやつめっちゃ良かった。あれ入ったらスキップだと思う。売れてるんかな。いや、最後のやつも良かった。ちょっと左ついちゃったけど、もうさっきの俺みたいな感じ。めっちゃギリギリ、あと 2,3 ヤード右からだったらもうちょい良かったかなぐらい。ヒーローバー、ヒーローバー、次の選手に行けろく。はい、お疲れ様でした。こんにちは。いいや、お前ずらせ。なんで、こんにちはなの。やだやだ。じゃあ、こっちの方がいいよ。じゃあ、こっちやつ逆光なの。目眩しいの。そうだ。そう。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。で、まあ結果は、とりあえず、自分が一応2位だったと思っちゃって多分2位。多分2位だけ。はい、82キロ級で2位ということで、ちょっとね、1位の吉田くんとちょっと差が生まれてしまいました。でね、距離的には一応最長が337で、自分335の2ということで、もう全部2でした。はい、ということで、まあ、自分はね、グローブを使って、わかんない、あのグローブが良かったのかわかんないけど、なんだろう、確かに滑んない感じはあった。はい、なんで、ちょっと今日俺不良くれさ、全部不良くれ。はい、なんか練習ちょっと真逆の球を打ってたんですけど、まあグループ良かったんで、これからね、ちょっと使っていけたらなというふうに思ってます。はい、で、昨日のまあ草晴らしは完了しました。本当なんで昨日こうやってやんなかったんだろうって本当に今でも思うんですけど、はい、まあ草晴らし、まあ最低限やってきたんで、はい、良かったです。はい、お前は。はい、俺全然ダメだったよ。ダメだね。あれは何、もう48の弊害なの。あれはそれはなんか出たけど、スピードが全く出ない。急に出ない出ない。ね、体の調子が悪いとかじゃなくて、めっちゃいい調子。いいのに振ってんだけど、全然振れなかった。いや、振ってんだけど、振ってんだけど、なんか見た目はね、そこになんか抑えてんのかなみたいな。いや、結構振ってる。フォローきちっと止めちゃってみたいな。全然振れなかった。はい、まあ謎原因不明の。だから、ちょっとしばらくやんない。はい、まあちょっと原因を、まああれして、まあトレーニングとかやってまた戻していくって感じで、はい。で、まあ、次の試合はちょっとまだしっかり、自分が4月ロング出るのか5月に、まあ、毎月絶対なんかあるんで、まあ、また次の試合も頑張っていきたいと思います。はい、ということで、今回もご視聴ありがとうございました。